ブートキャンプはアップルにより開発、配布されているソフトウェア、インテル Mac において Windows の利用を可能とする。2006年にインテル製 CPU 搭載の Mac を発売開始したアップルは、インテル Mac における Microsoft Windows の起動を積極的に支援も妨害もしないと表明していた。ブートキャンプは2006年4月5日に、 EFI では起動できない OS をサポートするための CSM 搭載と思われるファームウェアアップデートとともに Windows XP に対応するパブリックベータとして発表された。ブートキャンプとはアメリカ軍における新兵の基礎訓練を意味するスラングであり、ここではコンピュータの起動とかけて使用されている。2007年10月発売された MacOS 1 v 1 0 5において バージョン2.0が搭載された。なおアップル M1 チップを搭載したモデルでは利用できない。ブートキャンプはインテルマ Mac のハードディスクに MacOS を残したまま Windows をインストールするための人気のサイズのパーティションを作成する機能や Windows のインストール後にインテルマ Mac で使われている無線 LAN やビデオカードのドライバーをインストールするための ドライバ CDR を作成する機能を持つ。また、インテルマック上で Windows を動かすために必要な一連の作業をあまり専門知識を持たない人にでも簡易に行えるようにするため、シンプルなインターフェースを搭載している。従来、インターネット等で発表されていた、インテル Mac における Windows 起動方法は、 いずれも複雑かつ Windows の使用ライセンスに関して不明確な点が存在したため多くの Mac ユーザーは様子見状態で導入に踏み切れなかった。この機能が Apple によって発表されたことによりこれらの問題を解決する手段となり高い互換性で Windows を実行できる環境が整い再起動のみで MacOS とのデュアルブート環境で使用できるようになった。 ブートキャンプ環境は仮想化ソフトウェアであるパラレルズデスクトップ 4Mac や VMWare Fusion とは異なり単純に起動時に各 OS を選択できるシンプルな OS ローダー機能が特徴である仮想化ソフトウェアと共存させるには Microsoft の OS ライセンスのポリシーに注意が必要である Windows 8からライセンスポリシーが変更になり Windows 7までは 実質上パラレルズと VM w a r e 環境などでは一つのパッケージから二つの Windows のライセンス発行が許されていた。要するに Windows 7まではブートキャンプ環境と仮想化環境が一つのライセンスで共存可能であった。しかし Windows 8以降では DSP 版と OEM 版ではブートキャンプ環境や仮想環境ごとに 基本的に一ライセンスが必要となるような変更がされた。これにより、ブートキャンプ環境でライセンス認証した OS を仮想環境から参照して起動するには、さらにもう一つライセンスが追加で必要となる。ありがとうございます。